日本の最新豪華寝台列車に外国人が衝撃。2017年5月1日から運行開始予定の豪華寝台列車トレーンスウィート四季島、上野駅を起点に東日本を周遊するクルーズトレインで、5月と6月は関東甲信越、南東北を周回する1泊2日コースと、東北、北海道を周回する3泊4日コースの2つが用意されています。旅行代金は1人当たり1泊2日コースで32万から45万円、3泊4日コースで74万から95万円と高額になっていますが、初日の5月1日発の3泊4日コースが最高倍率の76倍となり、平均倍率も 6.6 倍とかなり高い人気を誇っています。先日、初めて車内の様子が報道陣に公開されたのですが、海外でもその際の映像が紹介されると、Facebook 上で8万回以上シェアされ、再生数も300万回を超えるなど大きな反響を呼んでいます。コメントも多数寄せられていましたので、その一部をご紹介します。